あ、いいね、シーサーシーサー、ピピピピピ。なって、あ、今です今です。アソシアのこれが福祉だ、イエイ。はい、 FM 技能1、毎週木曜日の4時半は障害に対する疑問や福祉制度の仕組みを分かりやすく皆さんにお伝えするアソシアのこれが福祉だ。パーソナリティを務めますアソシアの宮里です。よろしくお願いします。お願いします。この番組ではメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.comまた FM 技能1ではユーストリームで映像と音声をネット配信しております。 FM 技能1のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。今映ってますね。映ってますね、はい、はい。今日はですね、メインパーソナリティの神谷が海外出張、あ、じゃあ県外ですね、はい、県外出張日程ということですね、はい、この番組の第1回のゲストとして出演しました宮里が代わりにですね担当させていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしますと言いながら横でよろしくお願いしますとかって言ってもね、はい、言っちゃいましたね、はい、誰かっていうことですね。そうですね、はい、今日はですね、就労支援事業所からですね生活支援をしています戸口さんに来てもらってます。戸口さん、こんにちは。はい、皆さんこんにちは、戸口です。ゆっきーと呼んでください。第2回目のゲストだったらしいですね。そうですね、第2回目の1回目2回目そうですね、はい、はい。ユーストリームを見ている方がいらっしゃった分かると思いますけれども、僕ら2人ですね、アソシアで1、2をあざ争うぐらいのですね、はい、沖縄丸出しの顔をしております。沖縄ですね、沖縄っぽい顔ですね。沖縄を超えて異国情緒あふれてるんじゃないかと。そうかもしれないですね。そうですね、この2人で今日はお送りしたいと思います、うん、はい、はい。今日ですね、実は今日ラジオを急に担当することになったので、これ何を話せばいいのかっていうの、そうですね、全然ふわふわしてます。ふわふわしてますね、全然考えてないですね。ふわふわしてるのにこうあ、ユーストを見てる方、サボテン手元に持ってきてます。はい、そういう話をしていきますので。そうですね、はい、じゃあ早速前半戦どういうお話ししていきましょうか。そうですね、何にしましょう。あ、考えたまま30分過ぎるっていうのはあれじゃないですか。あれはどうですか。今何ですか。そう、これです。今ですね、アソシアで作っているコンクリートのプランターなんですけれども、この話とかどうですか。あ、いいですね、プランター今一押しですからね。そうですね、今一押ししてますからね。コンクリートプランターっていうのは、まあ、うちアソシア就労支援事業所で作っている、はい、就労訓練の一環で作っている観葉植物を入れるための植木鉢、うんうん、そうなんですよ。それをコンクリートで作ってる。そうですね、セメントと砂と水を混ぜ合わせて、もう、はい、そのままです。耐久性も良くしてですね。そうですね、はい、なかなかですね、こう植木屋さん行ってもですね、うん、コンクリートで作っているこのプランターっていうのは見かけないような気もしますけれども。そうですね、あまり見かけないですね。はい、茶色いなんか素焼きみたいなのはよく見るかと思うんですけども。ね、素焼き、陶器、陶器、磁器、うん、磁器、プラスチック、プラスチック。うん、ガラスはないですね、あんまり見ないですね。ありますけど、はい、コンクリートっていうのはなかなかやっぱりないですね。そうですね、ないので、それをちょっと作ってみています。今作って、まあ、実際にお店とかでもね置かせてもらってるんですけれども。はいはいはい、じゃあ少しそこを詳しく聞かせていただきたいんですけれども、はい、実際まあ大きさとかですね、うんうん、形とか色とか、うん、はいはい、どういう感じなんでしょうかね。大きさはですね、今、あ、大きさというか形からいきましょう。形から、はい、どうぞ。形はですね、今四角、はい、はい、とですね、これです、はい、四角の説明はいいですか。四角っていうのはっていうのは、四角の説明は長くなるのでいいかな。長くなりますか。4辺が一緒ですって言えばいいですか。あ、絞り出しましたね。はい、あとはコップ型コップ型、はい、コップの形した
はい、2種類今作っています。形としてはですね、形2種類ですね、はい、まあ、四角、うん、まあ、立方体みたいな形と、あとは、そうですね、コップみたいな形ってなってますね、はい、はい、あとはあとは大きさ、大きさ、うん、まあ大きいのは15センチくらいかなと、はい、15センチっていうのはだいたい縦横大きいのと小さいの2つ準備してますね。あ、はい、今ね、はい、大きい方が15センチ角ぐらいのもの、15センチ角ですね。15センチっていうと1センチが15個ぐらいっていうことでよろしいですかそうですね、多分あの、はい、日本ではそうかもしれないですね。あ、そうですね、はい、そういうことで、はい、15センチ角ぐらいの四角のものと、はい、うん、コップ型の大きい方っていうのはもう15センチぐらいですかね。そうですね、深さはもう少しあるかな、まあ、もう少しありますね、うん、20センチぐらいの深さがあるって形ですね、はい、はい、あと色とかはどういうのがありますかね。まあ、ベースとしてはコンクリートなので、まあ、皆さんがイメージしているなんかグレーのような色が一番、まあ、一つベースで置いてます、うん、でそれ以外にもこのコンクリートに少し色を混ぜて白い、はいはい、コンクリートですねも作って、白、はい、白の色もコンクリートなのに白、そうなんです、すごいですね、ありがとうございますあなたが開発したわけではないそうですね、僕ただ言ってるだけなのでそうですね、はい、はい、コンクリート皆さんイメージするのはこう、うんうん、こうお家とかで使われてるグレーのものですけれども、そうそうそう、あと1種類、うん、真っ白のものがありますっていうような形ですね、うん、はい、その2種類、うん、今のところ2種類ですかね、色に関しては。そうですね、うん、でそこにまたなんかデザインでこうペンキで色をつけてるんですね。そうですね、何色とかがあるんですかね、他にというか今ですね、まあ、ブラウン、まあ、チョコレートの色だったり、はい、あと少し水色ですね、あの、うん、はい、と、まあ、黄緑とか、はい、あと、まあ、ゴールドとか、ゴールド、うん、金メダル色のねとかですね知ってます、はい、あと、まあ、赤だったり、はい、まあ、黒だったりっていう風に、まあ、そのカラーはいろいろ、うんうんうん、はい、混ぜ合わせながら作ってたりもしますね。少しまとめると、はい、白ベースのコンクリートの色が白とグレーがあって、はい、そこにデザインでペンキで色をつけている、うん、その色っていうのが、ブラウンだったりゴールドだったり、うん、あのまた水色とか、はいはい、まあ、少し淡い色もついてたりとか、うんうん、めちゃくちゃおしゃれな感じじゃないですか。そうですね、あのもうおしゃれ感出まくってますので、おしゃれ感出てますかねこの2人一応出てないと思いますけど、はい、出まくってるって言ってもね、ユーストリーム見てる人しか分からないんですけど、そうですね、見てる方は何言ってんだこの人たちっていうような感じですか ね、はい、はい、あ、ちなみにそのコンクリートのプランターですけれども、はいはい、どこに行けば買え、まあ、まず買えたりするんですか。これそうですね、購入できます。お、はい、どちらで、はい、どちらかというとですね、北谷町にあります、はい、そこから行きますか、はい、あのカフェアソシアでですね、はいはいはい、購入できます。お、はい、素晴らしいですね。あとですね、はい、浦添市にあります、はいはいはい、プランタドールという観葉植物を専門に扱っているお店でもですね、はい、取り扱ってもらっております。ちょうど先週からですね。そうですね、先週使っていただいていると、はい、その中にガジュマルが入ってたりとか、サボテンだったりとかっていうのがすごく、あの、綺麗というか、綺麗、かわいい、さすがでしたね、うんうん、僕らプランターしかわからない。そうですね、植物を入れてくれたプロの方はさすがでしたね、うんうん、そうですね、本当にすごいもう形になってました、はい、それは浦添市にあるプランタドールのお店で、はい、アソシアで作った鉢に向こうの観葉植物を入れていただいてて、でそれを購入できると。そうですね、ですね、はい、はい、ちなみにお値段の方をお願いします。はい、お値段がですね、先ほど大きい方と小さい2つあるって言ったんですけれども、はい、大きいのがですね、まあ、1000円です。お、はい、おで小さいプランターがですね、まあ、400円くらいですね、の値段で今販売しております。あ、はい、お手頃な感じですかね。そうですね、お手頃だけ言うとすごい安いかなと思ったりもします。はい、はい、うん、じゃあですね、まあ、番組前半は、まあ、ちょっと僕らも緊張もしてましたので、はい、持ちネタ、プランターのネタで話したっていうところでいました。はい、で早速ここでですね、1曲皆さんにお届けしたいと思いますけれども、はい、これは誰が選んだんですか。
僕ですね。さすがですね、顔見えてる皆さん、はい、この顔でこの曲を選びました。はい、ぜひ聴いてください、はい、ジプシーキングスのボラーレ。ちょっとベロ巻きました。最初聞きたくない、ポラーレ。これ最高、この曲最高ですよ。ちょっといい歌ですな。やばい、これさっきのフランスの人たちなんですって言いたくでしょうかね。スペイン語ですよね。これスペイン語、サビはイタリア語、歌ってるのはフランス人。あーすごーい。後半非常にネタが少ないから。いや、何分ですか今ので。2分ぐらいオーバーした。あーそうなの、ね。ちょうどいいぐらいです。あ、すごい。CM が入った。もうちょい追加してもらいやばい、これもディアマンティストのライブで踊ってましたって言いたい。大好き。それ歌うの？歌うんですよ。みんなでこんなで飛んで。ものすごい角度でギター弾いてるよね、この人。何ですか、手間続く。あ、これ見たことないですね、これ。やばい、ちょっと落ち方見よう。絶対テンション高くなる。それとあとコーヒーのやつ。コーヒー UCC でしたっけ。 UCC アキーがコーヒー飲みたくなる。コーヒーの CM 結構面白いですね。最近ね、あのジョージア大好きですね。あの今の、ちょっと昔あのカズがやってたんですよ。あ、懐かしい。トレビアンっていう恥ずかしそうな感じ。カズがトレビアン今されてるわ。あの中曽根さんも言いますよ。トリビアなんて言ったんだっけ。なんて言った。ボーノじゃないですか。なんだやばい、何でしたっけ。ワンダフルみたいな話だと。ブラボー、ブラボー、ブラボー。あの人やばいな。あの人と和也さんやばい。ネタ持ってる。告知のところ、あ、そうですね。これの問い合わせは社内じゃないらしくて、あ、どこですか。坂本さんなんだけど、あと10秒ほどで CM に行きます。はい、終わったさせる。社内に問い合わせされたの答えられない。電話番号は分からないので、また5時6分に番組が終わるんで、3分前53分にあのエンディング曲をちっちゃく流し始めるので、はい、そこで好きな感じでギリギリいっぱいまでやってもいいですし、はい、もうすぐ終わってエンディングの音を流してもいいです。あ、お願いします。すごいな。ブツって切られた感じ。ブツって切れた感じ。あの人たちまだ喋ってたよって。CM 明け10秒前です。はい。5、4、3。はい、後半戦スタートします。はい、よろしいですか。元気です。元気です。はい、はい。
後半戦はですね、普段ですとお得な福祉情報や意外と知られていない福祉に関する情報をお届けしています、うん、福祉に関する情報、はい、もちろんですよ、はい、福祉従事者ですのでがしかし今日はですね、ガシガシ代表の神谷が海外、はい、じゃない県外、ね、県外に行ってるっていうことをいいことにそうですね、内容を少し変更させていただきます。さてさ、はい、徳地さん、はい、今日はどういうお話をしましょうか。そうですね、まあ、最近僕がハマってることでもいいですか。あ、いいですよ、もちろんもちろん。最近ハマってることが、はい、美容美しいって書いてある美容です。はい、美容のテ美容をテーマにどうでしょうか。美容の意味は知ってるんですけど。あ、知ってます。徳地さんから美容っていう言葉が出てくるのが、はい、これは矛盾でしかないですね。結構頑張ってますよ。わかりますよ。あの石鹸使ってめちゃくちゃいい石鹸使ってるっていうのは聞いてます。肌年齢はもう若がピチピチという。そうですね、何度も言いますが、はい、ユーストリームを見てる方はわかりますけれども僕ら2人はですね、はい、実年齢と見た目年齢の乖離が激しい2人ですね。そうですね、はい。徳地さんちなみに何歳でしたっけ。今26歳。26歳、はい、で僕今年35です。あ、そうなんですね、結構そうですね、ちょっと、はい、脱線してますが。脱線してますね、はい、まあ美容の中のですね、はい、最近ですね、皆さんの耳にも、はい、届いてるかなと思う、チアシード。チアシード、はい、チアシードというのが最近、もう一回言っていいですか、はい、チアシード。 Yes, チアシード。 はい、チアシードというのが美容にいいとされて、まあ、最近流行ってるんですよね。はい、はい、きますね。で先ほど、まあ、私がいるカフェアソシアでも、はい、そのチアシードを使って、はい、あのドリンクを作っちゃいました。ドリンクはベロをまかない、はい、ベロをまかない、ドリンク、ドリンクですね。 Yes, ドリンク、はい、はい、そうです。でカルピスミルクチアシード入りそのままの名前逆でしたね、はい、チアシード入りカルピスミルクなんですか。あ、そうです、いやいや、カルピスミルクチアシード入り。あ、そうなんですね、統治法ですね。統治法ですね。あ、分かりました、はい、っていうのをですね、今、はいはい、販売しております。チアシードって僕よく聞くことは聞くんですけど、うん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 、まあ、全然よく分かってなくてですね、はい、うん、もしかしたらチアシードってのはあのゴマみたいなやつで、そう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 、あれはメキシコとか中南米原産で、はい、シソ科サルビア属であるミントの一種の植物のチアの種で、はい、まあ、チアっていうのはマヤ語で力っていう意味のあれでよかったですかね。結構詳しいですね。いや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 、やっぱり中南米の顔してますよ。はい、結構僕が思ったチアの隣で育ったような感じですので。そうなんそうですね、はい、それでとっても栄養があって、はい、すごい美容効果に、うん、いい。で水分と一緒に飲むとそのチアシードが大きく膨らむので、はいはい、そうですね、満腹感があるみたいな、うん、そうカエルの卵みたいにプトプト膨らむんですけどすごくですね、満腹感が得られてダイエット効果にもなるっていうことで、ー、まあ、スーパーフードって言われてるんですよ。あのカエルの卵みたいな、はい、そうなんです。カエルの卵ですか、オタマジャクシの卵ですか、どちらなんですか。うん、そこはいいんですけどそこはいい、はい、なんかドゥルッとしてですね、満腹感があるというか。ドゥルッとしてっていうのはこれ沖縄しか通用しないあ、そうなんですよね。ドゥルッと、でも正解、ドゥルッとしてます。ドゥルッとしてます、はい、はい、今僕も好きですね、うんうん、あまり美容の話するって言っときながらこういうものに僕はあまり食いつかないんですけど、はい、チアシードいいなって。いいですよ、はい、よかった。今3キロぐらい僕痩せてますからね。チアシードですか。そう、多分嘘だ本当に、まあ、戸口家、僕戸口って言うんですけど、戸口家でも最近チアシードっていうのは流行ってて、はいはいはい、妹が飲んでるかと思えば父親が飲んでるみたいな。あ、お父さんまで一緒に飲んで一緒に痩せてるっていうので、多分お父さん世代までチアシードっていうのは浸透してるわけですね。そうなんです。はあ、でそのチアシード入りの、うんうん、ミルクじゃない、カルピスミルク、カルピスミルクが、はい、カフェアソシアの方でも販売されてる。そうですね、ですか。はい、値段を聞きます？うん、聞かない。あ、聞かない。あ、嘘、聞きます。聞きます。はい。おいくらですか？なんと安いですよ。300円。お、安いですよ、ね。M サイズぐらいの大きさで。M サイズぐらいの大きさで。大きさで
300円、うん、300円安いですよね、はいはい、他のうるっていうようなお店とかで買っちゃうと500円とか600円しちゃいますからね。そうですね、300円で、うん、これって、はい、カフェアソシアで食事とか取らないとこう買えないんですかね。食事をですねすると少し安くなるとは思うんですけども、はいはいはい、安くなる、はい、食事しなくてもテイクアウトすることができます。はいはいはい、はい、あ、じゃあカフェアソシアに食事ではないけれども、うんうん、チアシード入りのカルピスミルクを、はい、カルピスミルクチアシード入り、チアシード入りを買いに行けば、はい、まあ、買えるっていう、300円で買えるってことですね。そうそうそう、300円で買えます。あ、うん、あ、いいですね、はい、そうするとじゃあどうコンビニに行く感覚で、そうですね、そうですね、素晴らしいですね、うん、ぜひ立ち寄っていただいてこれ買って彼氏彼女と一緒に夕日を見に行くとかって素敵じゃないですか。めちゃくちゃ徳さん僕を見ながら喋ったんですけどその話してる時の顔がですね、はい、ちょっときついですね。きつい、どれ少しきつかったです ね、 ちょっと妄想に飛んでしまうので、そうですね、すごくね、そういう特徴がおありですからね、はい、そうですね、なんかすごい少女漫画とか好きなのでね、恋する乙女の心が分かるっていう、この後どの方向で話していけばいいか分かんなくなっちゃいますので、そうですね、はい、はい、じゃあそしたらですね、美容ですね、はい、にはチアシードがいいと、はい、でそれが入っているドリンクがカフェアソシアでも買えるよと、うん、そうですね、はい、今日今から帰ったら飲めるんですかね、僕らね。飲めます、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 飲めますよ。飲めますか。はい。僕らも300円。僕らも300円。あ、やっぱり。そうです。はい。ごちそうさまです。いや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 。おごりはしないです。給料天引きですか、うちは。給料から天引きですか。びっくりするぐらい天引きされるっていう。あ、そう、はい。お昼ご飯と一緒ですね。あ、そうですか。はい。わかりました。はい。はい、そしたらですね。うん、あ。意外と時間があるって勝手に僕は思ってるんですけど、 ありますね、はいはいはい、だチアシードで一句徳さん振りますね。チアシード、おドゥルドゥルしてるよチアシード、あ、これ一番ダメなやつですね。ダメ、最初と最後繰り返すの一番ダメなやつですね。はい、うん、はいはい、じゃあ後半戦ですね。福祉の情報を全くお届けせずに、はい、まあでも代表神谷が海外に、うんうん、県外に行ってるからいいだろうと。そうですね、でも先ほどちょっと僕気づいたんですけれども、うんうんうん、ユーストで見れるんじゃないかラジオは聞けないけど、そうですね、ユーストで後で携帯になるかもしれないですね。そうです ね、 ね、はい、絶対に取らないです。はい、じゃあ後半戦はですね、はい、見た目年齢と肌年齢がかなりずれてる2人でですね、はい、美容についてお送りしました。はい、はい、そうですね、まあ、終わりの時間が少し近づいてますので、うんうんうん、あ、イベント情報、そうなんです、イベント情報、イベント屋さんですからね、アソシアは、はい、そうですね、結構やりますね、何かありますかね。はい、実は2つ、お、2つお知らせがあります、皆様に、はい、はい、まず1つ目ですね、カフェアソシアが、はい、オープンして、はい、7歳を迎えます。7歳、はいはい、イエイイエイ、7歳って言ったら7周年ですね、何年、7年経ったと。あ、2年生7年生ん？いや、わかんない、小学2年生小学2年生7年生って7年生ってもう、はい、アメリカの感覚です。はい、はい、そうですね、でそこで、はい、来週の水曜日と木曜日、はい、うん、まあ、8月24日25日のカフェバイキングで、はい、なんとお寿司が、お寿司出ます。シースーですね、はい、寿司ですね、寿司ですね、はい、豪華ですね。そう、追加料金ですか。追加料金ではなくてですね、はい、普段通りの値段で1280円か1000円で、はい、バイキングにお寿司が並ぶ、はい、あ、素晴らしいですね、はい、これ7周年だからですね。そうですね、ぜひぜひ、ということはこの2日限定ですので、はい、皆さん遊びに来てご来店ください、はい、でもう一つですね、あ、ここはじゃあ、はい、これは僕が、はい、紹介しますね、福祉に関する情報が今日はですね何もなかったので最後のイベント情報だけですね、はい、お願いします。する講演勉強会でして、8月29日31日29、30じゃないですよ、29日31日に31日、精神科病院を撤廃したイタリアからですね、当事者と支援者の方を招きしてワークショップを、うん、イタリア、イタリア、はい、すごいね、
先ほど流れたボラーレのボラーレサビの部分はイタリア語だっていうのが、スペイン語じゃないんですか。あれ他はスペイン語で、サビだけイタリア語で、歌ってる人はフランス人っていう、あもう全然だからですね、イタリアからお二人招いてですね、はい、ワークショップを開くことになりました、はい、で29日は沖縄大学 で31日がですね、はい、アソシア社会大学、はい、58号線沿い北前ですね、はい、昔、ジーンズショップ U だった、はい、ここですね、そちらで、うんうん、開催いたします、はいはい、詳しいお問い合わせはって言いたかったんですけれども、はい、詳しいお問い合わせ先が僕よく分かんない、ないんだ、はい、そこわかんないんです。大切ですね。そうですね、はい、イタリアスペースアソシア社会大学ぐらいで検索したら何か出てくるんですかね、はい、フェイスブックイベントで出てきますね。そうですね、フェイスブックある方ね、イベントで出てくるので、はい、ぜひ、してみてください。チラシはあるんですけどね、はい、19時から行いますので、夕方なんですね。夕方ですね、はい、皆さんお仕事終わりにですね、はい、行っていただけたらなと思います。よろしくお願いします、はいはい、はい、さてアソシアのこれが福祉だ、はい、障害福祉に関する相談も受け付けています。皆さんからの相談をお受けして番組内で回答していけたらなと思っておりますので、うんうん、まあ、ご家族のこと、ご友人のことで、皆さん自身のことでもいいですので、ぜひメッセージをお送りください、うん、メールアドレスは797@fmginowan.com あってますね、ドットコムですね、ドットコムですね、はい、ファックス番号は 098-943-0094 でお待ちしております。はいはい、トミさん、あ、まずいです、あ、来ました、来ました。素晴らしい、素晴らしいですね、なーも福祉の情報、福祉情報全くないですね。いやでも面白かったです、まあね、トミヤさん